痩せにくい人は今回の動画で脂肪燃焼効果上げましょう。効率的筋トレメニュー考案家のタートルです。今回は痩せにくい人ほどぴったりな肩甲骨剥がしをやっていきましょう。座って動くだけ。スマホ顔の前に置いてやりましょう。楽に座った状態で胸を張りながら手を横に伸ばして肩甲骨を寄せましょう。ぐーっと深呼吸をして戻す。今肩甲骨を内側に押してますよ。胸を張りながらしっかり深呼吸をして、はあはあ。肩甲骨や肩がね、硬いよ、動かないよっていう人は結構だるさを感じますから、無理してねやってしまうと次の日ね痛くなることがあるんで、無理しないようにマイペースでやってください。 OK。 今度は手のひらを前に出しましょう。このまま手のひらを横に動かしていきます。これも同じように肩甲骨を内側に動かしている動きです。開いたら肩甲骨が内側、手を戻したら外側。自分の背中って見れないからね、わからないかもしれないけど、これでちゃんと動いてます。背中の筋肉動かすとね、熱くなってくるから、なんか体温上がってきたな、ポカポカしてきたなと思ったら脂肪が燃え始めるサインですよ。息をゆっくり、リラックスした状態で続けてくださいね。 OK です。じゃあ今度は肩を交互に後ろに回してください。これで肩甲骨を上げて落として、肩を内巻き外巻きっていう風に動かしてます。やっぱり四十肩五十肩っていうのはね、もう30半ばぐらいから必ず爆弾抱えてますからね、まあ、タートルもね肩がすごい悪いんですけども、やっぱりね日頃なんとかこうやってやってるから手は上がるんだけど、本当に手が上がんなくなってくるとね、できる運動できない運動できてきて、本当に痩せにくくなってくるんでね、そういうきっかけから。なんでしっかりね、こういうシンプルな運動がね、すごい大事。よし、OK。で、今度は肩をね、ぐーっと上げたら、ストーンと落としましょう。グー。肩甲骨と一緒に持ち上げて落とす。はぁ。息をしっかり吸って、力を抜く。そう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 。はぁーっていう。日頃のストレスを、はぁーってしたりね、落としてみて。はあ、肩ね、僧帽筋の緊張って分からぬうちにね、キャッって力が入ってるから、このね抜くっていう、肩下に落としてるっていうこのね感覚をね、日頃忘れないようにねしないといけないよね。はあ、力をはあ抜く感じ。はあはあ、オッケーしゃ。今度はね、首を下に起こして上に起こして、首動かして、首が前に出ると肩が内になって、結局背中が丸くなってっていうことになるからね。頭って重いから、まず首が前に出ると猫背になるの。猫背もひどくなると肩こりが来るから、肩こりをねひどくならないように背中が丸くなるの。だから首がねまずすごい大事。今みんなねスマホねグーって見ちゃうから、ちゃんとね上向くことしなきゃダメよ。よし、 OK。 で、この手を合わして手を前に伸ばしたら
体をちょっと横に振ってみて、肩甲骨をね外にぐーっと広げたまんまで、さらに肩甲骨を交互に開いてる感じ。こうやって体をね左右に振ったら、右左っていう肩甲骨に違和感感じるよね。これでどんどん剥がれていってるからね、ゆっくりマイペースに剥がしていこう。これを日々続けたらね、マジで天使の羽やばいぐらい出るからね。天使の羽ね出てきたらね、代謝ガンガン上がるからね、超痩せてくるよ。よーし、 OK。 今度交互に楽に肘を後ろに回すよ。楽にね、これ腕からね回してる感じでやると肩すごいだるくなるんだけど、肩甲骨から体をひねりながら腕を動かしてる感じでやると全然肩がねだるくならないから、でんでん太鼓みたいに体を回すから腕が動いてるイメージ。できるだけ手をねブラブラ力抜いてね、楽に楽に。ウエストもね今鍛えられてるから、くびれ作りにもいいし、肩甲骨剥がれて深呼吸が深くなって最高だから、マジで。 OK。 で今度は前ね、前これもね肩から腕を動かしてるイメージでやると肩がだるくなるから、肩甲骨から必ず肩甲骨から腕が動いてる意識をしてね、そこに加えて体をひねってる感じ、体をひねりながら肩甲骨から腕が勝手に動いてるイメージ、勝手に動いてるイメージよ。腕だけでこうやってたらダメよ、めっちゃ肩だるいよ。必ずウエストひねる、肩甲骨から勝手に肩がね出ていく感じ。楽に楽にやってみて。あーし、 OK。 じゃあ今度はね右手だけを横に開く、みんなは左手か、左手楽にね片方だけ肩甲骨を寄せるイメージですね。肩だるかったらね、ちょっと下ろして肩揉んだりしてね。マイペースが一番、無理したらね絶対三日坊主になるから、必ず三日坊主になる。いや無理しないでね、1セット45秒あるけど20秒でもいいの、次のメニューまで待ってもいいから。まずはねいろんなね運動をして肩甲骨を少しずつ剥がすことがねすごい大事。楽にやってないからね。よし、 OK。 じゃあ今度反対ね、ゆっくりいこうね。ちょっと肩揉んでみていいですよ、楽にこ、楽に。よっしゃ、楽に。よっしゃ、基本的には手を横に開いたら肩甲骨が内に寄るからね。ほとんどの人は手がいつも前だよね。だから肩甲骨が外側にあって体が丸くなってる感じ。だから肩甲骨を内側に動かす運動がいるの。これができるとね、肩が自然と後ろ巻きになって背中が治り、首が治りって感じ。でもちょっとずつね、一回じゃ難しいから、日々続けていくとね姿勢がすごい変わってくるよ。よし、 OK。 で今度は大きく後ろにね手を回してみよう。大きくね、これも腕を回してるんだけど肩甲骨がちゃんとね動いてるよっていう意識をね自分自身で感じながら、今肩が前、今肩が後ろ、
ていうふうに感じながらね、肩甲骨がね動いてるっていう意識をちゃんとしてくださいね。じゃないといつまで経ってもね、腕だけ動かして肩甲骨剥がれてこないからね。ちゃんと肩甲骨が動いてる感じをイメージしながら、よし、オッケー。で、今度は曲げた肘を上に伸ばしましょう。引いたら上げる、肘を引いたら上げる。できればね、耳の横ぐらいのラインで動かす方がいいけど、まあ、40肩50肩の人は手が前に出ると思いますが、それでもいいからね、ちょっとずつ上げるラインをね後ろに持っていけばいいんで、まずは肩が痛くないような腕の方向で肘を上げてください。よいしょ、肘を引いて上げる。これでも肩甲骨がね動いてるんでね、今手を動かしてるイメージかもしれないけども、肩甲骨が動いてます。よっしゃ。で、この手を合わせてお腹に当てて肘を開く、閉じる、肘を開いて肘を閉じる。これでも肩甲骨ちゃんと動いてるから、なんかね肩しか動いてないんだけどって思うかもしれないけど大丈夫、ちゃんと動いてます。胸を張ってね、だんだんと姿勢がね変わってくるからね、やっていけばね、この肩甲骨が変われば正直もっこり肩や二の腕も変わってくる。そして背中が変わればね、やっぱり体が良くなる、ラインが良くなるから体幹が鍛えられてお腹もすっきりするからね。よし、オッケー。今度は最後にパンチ、前にパンチ、片方はしっかり引いて片方はしっかり出してね、手を伸ばすんじゃなくて肩甲骨から肩甲骨を外側に動かして手が伸びてるよっていう意識が大事。肘を引いてる方は肩甲骨が内側に寄ってるよっていう意識が大事。今度は片方は肩甲骨が内、片方は肩甲骨が外ですよ。それを意識して手を前に伸ばしてみて、体を後ろにしながら手を前に伸ばす感じ。あと少しで終わりよ。よし、オッケー。皆さん最後までできた人素晴らしい、全部できたんだよっていう人はもうね、自分を褒めることが大事だから、コメントにやったぞって残してみて、もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人はおすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて、登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。